はい、今回ですね、キルギス戦に向けての、指導ですね、どうされたかを、周さんに教えてもらおうと思います。まあコロナ禍で現実モンゴルに渡れない中で遠隔でリモートでですね、ずっとこうパソコンの画面見て、リモートで指揮を取られてたんですけど、その辺の、まあ、コツだったりね、こんなことやったよっていうことを、これは日本にいる皆さん、あの指導者の皆さんも、まあ、リモートで指導したりとかも絶対あると思うんで、参考にしていただけたらなと思ってお話しいただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。10日ぐらいでした。10日ぐらいリモートで、最後3日大阪で直接指導。じゃあその10日ぐらいの話を、教えていただければと思います。はい、はい、まあ実際にね、自分はリビングで、ラップトップ開いて、うんうん、で、ね、それがまあズームですかね、うんうん、モンゴルでは、モンゴルのキャンプ地に選手スタッフ集まって、うんうんうん、でそのキャンプ地のミーティングルームで、うんうん、向こうは、パソコンとプロジェクターをつないで、うんうんうん、全員が見えるようにして、でまずミーティングをね、うん、行うんですよね。はいはい。で一つはその前に、まず自分とコーチ陣だけ、うん、スタッフ陣だけの、うん、ズームミーティングっていうのを何度も反復したんですよね。うん、やっぱり実際にグラウンドに出たら自分は日本のリビングにいるので、うん、もう指導ができないので、うんうんうん、いかにその同じコンセプトでイメージ合わせるかというのが大事なので、はい、まあシステム、戦術のポイント、攻撃、守備、もちろんその切り替え、うんうん、で練習法、うん、練習メニュー含めて何度もコーチ陣と、うんうん、なるほど、ミーティングをして、で今度は、チームミーティングっていうのは向こうでは選手スタッフがプロジェクターで見ていて、こちらからミーティングをする、うん、それを必ずトレーニング前にやって、あ、はいはい、でその後に彼らはピッチに出て、うん、打ち合わせたトレーニングをやるっていうことを続けたんですけど、うんうんうん、あ、なるほど、うん、イメージは、僕の勝手なイメージは、そのピッチに出ていった選手にこう 遠隔でこのあれで見てて、それに対して指示してるんかと思ってました。じゃないじゃないんですよ。じゃないですね、うん、なるほど。それで、今回遠隔でものすごく、まあ、結果が出たので、うんうん、ものすごくうまくいったと思ってるんですけど、うんうん、2つ理由があって、うん、1つは、昨年自分がスプリントトレーニング、うんうん、まあ、スポーツ選手、サッカー選手が、の初速ですよね、はい、初速を上げる、はい、走りが速くなるトレーニングを、うん、まあ、体系化しまして、うん、でこの遠隔のズームミーティングで、まあ、ズームで、うん、個人指導を結構したんですよ。あ、実際に会ってじゃなくて、はいはい、県外で離れた人間に対して、はい、画面を通して走り方を伝えたんですけど、うん、これできるんですよね、うん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 、ズームミーティング遠隔で実際指導したら足速くなるんですよ、うん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 、でまず遠隔で十分にできる確信っていうのが一つあったのと、うんうん、もう一つは別にこのコロナや遠隔のズームの状況じゃなくても、うんうん、そもそもが自分が監督としてチームを指揮するときに映像ミーティングをやるスタイルなんですよ。あ、なるほど、なるほど。ほぼほぼ毎日練習の前に映像で選手に、戦術や練習のポイントを伝えてからトレーニングする。あ、はあはあはあ、なのでありがたいことにそのブラブリッツ秋田で指揮を取ってた時の、うんうん、その戦術を伝える、ミーティングの映像とか、あと全トレーニングメニューの映像が自分のパソコンにあるので、なのでもうその映像を駆使してトレーニングのルール、ポイント、うんうんうん、戦術も含めてやったんですよね。はいはい、なるほど。じゃあその当時の、まあ、日本の J リーグで戦ってた時の素材も使って、ああ、そうです、
視覚的に当然もう分かるようにして、 それと同時にまあ言葉でもきっちり伝えるみたいな。で練習前に先にこの練習何のためにやんのっていうのをもう落としてからやるみたいな。そういうことです。なるほど。そうすると結局その練習してる間コーチ陣がきちんとそこも抑えてくれてて、選手も抑えてくれてたら別に言うことない、うん、その通り、その通りで、実はその自分でも例えばヨーロッパの試合とかね、本当にトップ選手の参考になるシステムとかも分析してたので、そういう映像も作ったんですけど使わなかったんです、うん、あ、なるほど。やっぱり今のモンゴルの選手たちが、うん、自分たちがイメージが持てるスピード感、イメージが持てる映像って考えた時に、うん、自分はその過去にブラウブリッツ秋田、うんうん、J3 のチームを指揮取ってた時の練習映像と、なるほどな、ミーティング映像を使ったんですよね。へえ。まあね、モンゴルの選手からしたら、うんうん、ね、いや日本の監督なんだから J1 の映像を見せてくれよって思ったかもしれないですけど、うんうん、一番やっぱイメージが湧きやすいのが僕はブラブリッツ秋田の J3 の映像だと思ったんですけど、うんうん、でも本当少しだけ J1 の映像も見てもらいましたし、はいはいはい、そういうこともやりましたけど。はあ。じゃあ遠隔で指導した時は練習前っていうか、もうとにかくスタッフとの打ち合わせをいっぱいやったよっていう前提と、でその次に選手たちと練習前に必ずそのミーティングして、うん、で映像と言葉できちんと伝えて、今日何を何のためにやるんですよって伝えて、今度練習終わったらもう一回その全体でミーティング。その通り、うん、でその実を言うと練習トレーニングしてる、練習風景を、うんうん、もう向こうで映像を撮って、うん、ライブ配信で、うん、自分のラップトップに流れて、うんうん、自分はこうやって、うん、練習がどう進行してるか、うんうん、どうなってるかっていうのを見ていて、うんうん、で本当にもうここがポイントとか、うんうん、一番ここだっていう時だけ電話をして、うん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 、見ながらコーチ陣にポケットに携帯持っといてもらって、うんうん、電話して、うん、でほんとちょっとだけ、うん、結構いいテンポで来たから次の練習飛ばそうとか、うん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 、ここはポイントこうだよとか、ほんとちょっとだけなんですけど、もう本当に電波なんで、うんうん、携帯繋がない時もあるし、うんうんうん、このライブ配信が途切れる時もあるので、はいはいはい、最初はちょっと実はそうやってたんですよ、うんうん、結構電話したり、うんうん、チェックしながらやってたんですけど、はい、そんなことよりも、うん、しっかり伝えちゃって、うん、選手と監督を信じて、うん、彼らでもやってもらうっていう。最後の方はだからもう何も言ってないです、ね、練習始まったらずっとこっちで見てただけ。うん、これってかなり新しくないですか。新しいっていうか、そのシュウさん の、 その監督キャリアにおいてもそうだし、まあ、このサッカー界においてもそうですけど、すごい新しいゾーンに入っていってるっていうか、うん、なんか そのさっきこう、もうあとは選手とそのコーチたち信じてっていうところも多分、うん、今までやったらめっちゃ言ってたのに、うん、そうですね。その現地で言うっていうか、その時に言うんじゃなくて、もっとその前と後ろでフォローできるよみたいな。そうですね、じゃあ人を信じるってすげえ能力、うん、それも一つ勝ち得たって感じですよね。そうですね。なのでもうその練習始まる前までが勝負、うん、そこまでにどれだけ選手スタッフが理解してもらえる映像を準備して、なるほどな、うまく伝えて、あとは本当彼らを信じてやってもらうっていうので、これでも結構もうリアルに戻ってきても、もうズームとか使わなくても、もう時代的に良くなったとかでも、なんかすげえ行きますね。そうですね。でそれはまあ今新しいって言ってもらったんですけど、はい、でも比較的ずっとそうやってきてるんですよ。ああ、そうですよね、そうですね。実際は映像をね、選手と映像を見てから、うん、練習中に自分が笛で止めるってことはほとんどないので、すげえ。これはまあ、指導のやり方なので、はいはい、もちろん自分がやってることが正しいっていうつもりもないですし、うん、はいはい、他にいろんな指導の方法はあると思うんですけど、うん、まあいわゆる、なんていうんですか、その
指導者ライセンスを取りながらね、うん、講習に行って笛でピッて止めて、今ここがこうなっていてっていう指導は、うん、僕の場合はやらないです。もう意図を伝えて、伝えたものをみんなが力を合わせて出し合う、うん、ぶつけ合うっていうのが自分が考えるトレーニングです。はいはい。最初の頃ってピピってやってたんですか、そのモンゴル代表関係なくして。ピピってやってないです、監督キャリア。あんまないんですね。なぜかというと、自分が選手だったら、うん、ピピって止められたくないんですよ。なので、自分が監督やり始めた時からほとんど笛で止めなかったと思います、ね、なるほどな。結構そう考えると今回はそこも適面にはまってきた感じなんですね。このコロナ禍で直接できないけど、ね、今までやってきたことが生きてる。 でもそこにはもう本当にみんなの信頼関係とか、うんうん、あと理解力、うんうん、選手スタッフの理解力とか、うんうん、まあ違う言語でもやっているので、うんうんうん、本当にそこがなんかみんなの力で、ね、うまくいったと思いますよ、ね、うん、すごいですね。これこんなのできない監督ほとんどじゃないですか。いや、それは分からない。それは分からないですけど、ただ自分の場合はたまたまそういう方向性だったし、うんうんうん、なるほど。確かに初めてやったことですけどね。ねえ、すごいな。